マタージ、こんにちは。現在こちら世界三大幕府イグアスの先に来てます。この広大さ、エストエンカタラッタドイグアスキグランジということで、ちょっとね、僕体調が悪くて、ボートツアーには参加できなかったので、そちらの様子はサンパロヤマト君のチャンネルで、ヤマト君とタクさんが経験してきたので、でタクさんの GoPro でしっかり収められてるのであの滝ツアーの様子はボートツアー見てください。こっちでエリスフィルモツアージボートツアージボートツアーポリスト天気アセスチカナウドサンパロヤマトってことで、お願いします。行ってみましょう。行きましょう。行きましょう。あっちで撮る写真を使うんですよ。みんなこう撮ってる。どういうこと？あっちの方がいいの？記事に書いてあったんですよ。ボートツアーです。あんな感じ。えぐい。行ってる行ってる。いや、あそこ突っ込まないです。突っ込まない。あそこ見るだけです。あれが国境らしそうです。国境かどうかわかんないです。アルゼンチンの旗があります。水しぶき聞きます。ここまでこの距離で。おもれ水しぶきがシャワーみたい。水がかかってます。はい、これが、ブラジルのシャワーから水しぶきの滝です。うわ、あっちもやばい。全長 3km になる、この滝なんですが、最大落差は 80m で、内容半端ないです。これは控えめに言ってもやばいですね。マジかよ、半端ねえこれ。エストエンカタラタのイグアス、エストウンポコフェブリポリストコペベントバザイスポーコ